の天神囃子は古来、真珠歌で始まって、それから田内歌、そして岩唄としてつながってきてるんですね。一番古くは15世紀から歌われていたという記録があります。それぐらい古くからずっと連綿として続いてきた歌なんですね。十日町地域を中心にこの天神囃子はこう伝承されてきているんですが、代表的なお祝い事といえば結婚式なのかと思います。その他にもですね、いわゆる宴という席にはほとんど歌われます。例えばその家を建てて、建前という儀式をやったりとか、あるいはそのみんなで、一つの事業を取り組んで、それが完了したからお祝いしよう、打ち上げしようという時も歌えますしね、赤ちゃんが生まれた、みんなでお披露目会に来てくださいといった時も歌います。もう本当にこう楽しいことがあった時はいつも歌うというのがこの天神囃子です。これはどちらかというと今年配の方が多く歌うんですけど、若い人もその中に入って伝承が今続いているところです。これはめでたいものは大根種、大根の種、花が咲き揃って実れば、花が咲き揃って実れば俵かさなる、とても おめでたい、種ですよという意味の歌なんですね。大根が俵ってなんでっていうふうに思われるかもしれませんけれども、大根は古来、日本の野菜として大事にされて、そして米と同じぐらいに人の命をつないできた。米がいっぱい取れる年もは大根も取れる、大根がいっぱい取れると米も取れるという話もあるんですね。その他にそばの花、それから芋の種、八つ頭の種ですね、それもとてもめでたいものの代表として天神囃子の中で歌われています。祝い歌として今歌われていますが、その前はやっぱり農作業の、労作歌っていうか、こう作業をするときにもうリズムをこう続けていく、めでたいものはとゆっくり力を込めて歌うのに非常に合っている歌なんですね。ですので本当に短い歌詞を長く歌っていく。今日本では五七調という5つの言葉の後に7つ言葉が続くのが多いんですが、これは七五調といって7つ言葉を言って5つをまた言葉をつなげるというのが、こういう長く続けていくにはリズムを取りやすいというふうに言われています。そういう歌なんですね。そしてもっともっと昔は神様に捧げる歌だったという、神事歌だというふうに言われています。そういうことで時代とともに変遷されて、今は祝い歌として欠かせないものになっています。やはり天神囃子は生きている民謡ですので、やっぱりこう日常で人が集まるときに、じゃあ天神囃子歌おうよというような形で、次から次と、世代をつないでいってほしいなというふうに思います。古臭い歌だから何か保存しようとか、そういう雰囲気にならないで、現代は現代の歌い方に生まれ変わっていってもいいんだろうなというふうに思っています。ただその天神囃子の心といいますかね、ルーツというのをしっかりと自分たちのものをした上で新しい世界に持っていってもらえば、続けていってもらえばありがたいなというふうに思っています。Oh, no.